皆さんこんばんは。スカイリムの続きやっていきたいと思います。さてどうしようかね。オークフレッシュ使うか、呪魂使うか。よし、これを使ってからいきましょう。てやー、よし。じゃあドワフの弓でいくぞ。発見された。よし、発見されてんな。あれ、いった、あぶねー。はい、おかしいな、呪魂のあれをやったと思ったんだけどな。あれ、ここら辺は満たされてないよね。おかしいな、いっぱい買ったのにな。どうしたんだろう、失敗したか。とりあえずフロストスパイダー、はい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 、いるなー。でけえのはいる。おい、リディア邪魔だ。なぜ行くんだろう。トゥトゥトゥ、よし。リディアさん大丈夫か。下がりたいときに下がれないっていうのは恐ろしいね。はい、すぐ後ろにいますよ。先に行ってついていきます。私がついてますよ。先に行ってついていきます。これ以外の選択肢がないんだよな。他に何か。特になし。さあ、ジャイアントフロストスパイダーを倒しましたね。これは終わりかな、ここで。あばら箱。エルフの鎧。おお、いいね。すべて取る。はい、雲の卵。これはいいんじゃない？エルフの鎧。防御力上がったね。吸血鬼の鎧がいらなくなった。よし。ああ、まだありそうだな。あれ、おかしいな、それにしても。これ、ちゃんとできてなかったな。おっ！使い方、俺は間違っているのか。呪魂ってまさかこういうこと、これに使うとかそういうわけじゃないよね。ちょっと魔法。60秒以内に対象が死んだ場合、呪魂が満たされる。どういうことでしょうね。呪魂をかけた相手がってことかな。ちょっと気になるな。まあ、はい。なんだ、思ってたのと違うな、そうすると。あれ、出口かな。あ、出口だ。出口ですね。ああ、こっからだね。大丈夫だよね。生きてないよね。オッケー。おい！おお、間違えた。ああ、危ねえ。そうだった。あれー、これ上だよな。あれ、こっちだっけ。絶対違うね。上だよね。あれ？迷ったぞ。こっちか？あ、こっちっぽいな。おい！あれ？
れこれ下行っちゃいけないんじゃないの？下に行くもんじゃなかったよね。上に戻ってってたよね。やべえ、道に迷ったぞ完全に。出してよ。あれこっち、あこっちか。あーちち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 ち。あれおかしくねえか。ここは違うよ。あいててててて。こっから出口へ出るにはどっちだ。こっちか。あ、こっちだ、多分。スカイリムへ。さあ。あら？あらって何？おおおおお。え？あ、ドラゴンだ。さあてどうしようかな？とりあえずね、ちょっと気になるところがあるんですよ。あれ？それがどこだっけな。あれ？ここだ。ちょっとリフテンに向かいたいんですよ。そのためにはまずは一旦ね、装備整えましょうね。ホワイトラン、いや待て、ウィンドヘルムにしようか。いやー、ホワイトランだな。はい、まずは戦利品を売りましょう。よし。な、何か買いたいなら、剣に兜、欲しいものはほとんどあるわ。売ってるものはそう、盾はいいんだよ。鎧がいらないね。革の鎧、あと鉄のブーツっていうので腕力っていうのがあったのでね、今これ装備してます。持ち運び重量がね増加するというのことでね。うん、疲弊か。どうなんだろうねここらへん。はい、何か必要なものがあったら店の中も見ていってちょうだい。ちょっと壊せるかどうか試してみないと分かんないな。壊せないんだったら売っちゃいましょう。はい。父さんが剣の訓練はまだ早いって言うんだ。おう。だからパンチの練習をしてるんだよ。だからパンチの練習しててもね、勝てないな、ちょっとな。今起きてる戦争について議論するためにドラゴンズリーチへ来たのか。他の偉大な戦士たちのように。おう。ごいじゅ。これ解除するのはちょっとな。今使ってるからね。最近では誰もがこの忌々しい戦争に興味を抱いて。ああ、これとこれは特にできないらしいな。俺か？本でも読んでる方。はい。あ、出れねえってね。ん？すまないな。はいはいはい。さてどうしようか。重量が増えたから360まで持てるようになってますね。ホールドクラウンのタロスの力を見るがいい。めっちゃ食らったな。我が息が長き冬。なんていう恐ろしいダメージを食らってしまったんだ。傭兵の仕事には。ママ気をつけろ。はい。どんなものでも揃ってる。雑貨屋さん。質問があったら言ってくれ。何でも売るぞと。ガラクタだって言う人もいるけど、俺は宝物って呼んでる。さあて、売れるものを売っちゃおう。フロストバイトの毒はね、これはちょっとね。4秒間だよ。いいね。それいらないから売っちゃうか。検体の毒、まあ、売っちゃおう。
あとは麻痺させる、いいんだけどね、こういうのもね、使いたいけどなかなかもったいなくて使えないっていう感じでね、多分ね。25ポイントの毒ダメージか、使えるなら使ってみたいな。うん、持ち運び重量上昇とかこういうの売った方がいいな。透明化、はい。あとこれも、マジか、お金ないって。ベレゾワさんそれないぜ。オークネミ、ドワーフネミ、これ買ってなんとかなんない。223、 OK、 バランス取れたね。よし、またぜひ来てくれ。お金も貯めないとね。1レベル上がるごとにどうやら訓練ができるっぽいんですよね。あるはず、もしなかったら言ってね。しまい込んじゃってるかも。あなた顔色が悪いわ。この訓練ってあると思うんですけど、あなたに少し教えてあげられると思う。あれ、訓練ができるだと。あなたに少し、待て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 、訓練ができるってことレベル上がったのか。上がってないな。あれ、それだったらスリー覚えたいけどな。教えてあげられると思う。ちょっと待って、これって音が、まあ見ていって。アルカディア、あ、ヒットカップっていいんじゃん。これは重要。レシピか。うん、巨人のつま先か。これも買っといた方がいいね。なかなか手に入らないからね。いくらがあればってとこだけど、ヒストカープといくらと塩があればって感じだね。いくら持ち歩いてたかな。いくら持ち歩いてんだったらヒストカープとのあれが使えるからやってもいいんだけどな。その前ちょっと待って、あれ何しようとしたんだっけ。これ8、何も使ってないな。8、うん、ヒストカープと塩ない、塩売ってんね。これでどうかな。頼む、治療薬が必要ならいつでも来てね。いくら持ってて。ヒストカープしかないな。あー、なかったな。巨人のつま先があるけど、あらゆる病気の薬を売っているの。いくらがないな。お役に立てたら嬉しい。まあしょうがないな。まあとりあえず気になるもんは買っとくか。霊薬も何種類、まあ見ていって。材料でね、気になるものがあれば買っときましょう。ドワーフのオイルって確か何かと合わせられたな。塩と合わせられたはず。蜂は何か合わせられたっけな、忘れちゃったな。まあとりあえずよし、また今度。ドワーフのオイルと塩作成、魔力回復。棚にいろいろな薬があるわ。トニックも公約も。あなたのようなうちの薬や材料に興味があるのね。さて薬売り、あれ、まあ見ていって。これ毎回なんでなんだろうな。こっちじゃないと開けないっていう。次なんかドラゴンとかちょっと強敵が現れた時にここら辺弓につけてみるか。スタミナ上昇、魔力回復。おお、話術が38、まだまだだね。ここら辺は使うかもしんないからな。体力上昇、うん、ちょっともったいないね。はいはい、こんなもんか。とりあえず打って。
じゃあね。さて、あと武器か、武器売っちゃおう。はい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 、はい、ホワイトラン切って、ちょっと見て、ちょっと待って、どれだっけ、これね、売っちゃおう。ここら辺もね、使うのめんどくさいから売っちまうか。ミス売っちゃえ、もう。あ、あと最高の武器と防具よ。武器と防具見せて。何持ってるか恐ろしいからな。疲労か、炎耐性。うん、炎上。体力か。なんかもっと、錬金術が上がるとか、そういったあれってないのかな。ないのか。うん。本来は片っ端から買ってきたいとこなんですけどね、ちょっとお金がないからね。何か必要な。おお。さて、ちょっとウィンドヘルムでね。あれ、スリー覚えられるかな。あ、いた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 。お、あれ。また会えて、お恵みを。スリー。よからぬことをするのね。あ、覚えられんじゃん。教えるけど、ただじゃないわよ。はい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 。このレベルの訓練回数って書いてあるんですよ。つまりレベルが18になるとまたこれができるんですよ。で、多分ですけど、これで5回やっちゃうと、5回やっちゃうとよ、おそらくホワイトランでその火事とかああいうの受けようとすると多分受けれないんじゃないかなと思うんですよね。あれ、いない、いなくなっちゃったな。まあしょうがない。こっからリフテンに向かいましょう。ちょっとね、盗賊ギルドに用があってですね、盗賊になるって決めてたから、ちょっとね、盗賊の装備を整えようかなと思います。そのために、怠けないでよ。もう怒られた。スリ 70%、80%、84%、53%、74%、 プルスリが上がった。71%、85%、 トゥル。よし、これでちょっとずつね、スリ覚えていきましょうね。あー、鮭取ったけどイクラが取れないね、やっぱね。手をポケットに入れたでしょ、切り落としてやる。オゼットね、バラタみたいな。手をポケットに入れたでしょって怒られちゃいましたね。あ、ダメか、無理だな。とりあえずマーカーとしては、あ、マーカーを、はい、よし、では行きましょう。こっちだね。よいしょ。おっ。おっ。いたな。おっ。おっ。よし。お尻に刺さったぞ。さあ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 。皮は重要よ。
あ、なんかびっくりしたな。なんかいたのかと思った。さあ急ごう。盗賊ギルドに入って盗賊装備もらってね、重量を多く持てるような装備があるっぽいんですよね。今よりも重量が多く持てるのはありがたいってことです。さて特に敵はいなそうですね。お、さていないか。マジか、行って。ちょっと待って。落ち着こう、落ち着こう。よし。相方がいないぞ。どこ行っちゃったんだろうな。あ、いた。何してんの。うん、なんかすごいもん持ってるな。いただいていこう。まあこういうこともあるさ。あ、でこれ使えんのかな。60秒以内だったらこれ使える？え？今吸った？今ので吸えたの？いや、吸えた感じがしないんだけどな。吸えたのかな？これ使い方がわかんないね。やつに魔法をかけて、魔法かけてから60秒以内に殺せってことじゃないのかな、もしかして。はい。にしてもここら辺クマがいんのか。気をつけないとな。お、蝶々だ、ラッキー。青い蝶々、いいね。ほっ、ありがたい。蝶々蝶々、クマはいなそうだな。どこで会うかわからないからな。なんかいるな。ほっ、やべえ、一匹だけじゃなかった。ほっ、ちょっと待って、これで使えるのか。トゥ、これ完全に使い方間違ってるよね。どうにかして使ってみてえな。効果見ないかな。使ってから倒すのかな。それが気になるな。使う相手を間違えちゃいけないけどね。ほっほっほっ。よし、あべ、挟まった。ここはリフテン？リフテンじゃないな、どう考えても。で、何かありますね。さあ行きましょう。
ここは何というところでしょう。完全に崩れてますけどね、砦。トゥレバ監視所。せっかくだから調べてみようか。敵の気配か。なんでしょうね、敵かどうかがちょっとわからないとこですね。あー、こっちからいけるかな。おっ、ダメか、ダメか、おい、ダメか。敵っぽいな。敵の反応あり。使ってみたいんだよな。された。ちょっと使ってみたいんだよね。数多いな。これ発見されたのまずったか。お、飛んできた。使い方教えて。あれ全然違うな、使い方。ちょっと待って、ちょっとこれで倒せばいけるかな。ほら、強くね。ストップ。いや、どう考えても倒せねえな。とりあえずシャウトはこっちだね。よし、ちょうどいい。もう一回使ってみよう。あ、いって、普通に食らった。ちょっと待って、使いたいんだよこれを。魔術回復するまで待て。はい、落ち着いて。おお、ぶれぶれぶれ。いけるかな。魔力もうちょっとで回復だね。よしよし、いけるか。クロエ、よし、これで。やべ、死ぬ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 。十分な大きさのありません。やっぱこうやって使うんだな。なるほど、使い方分かったよ。こんなことして遊んでる場合じゃないっていうね。はい、あ、マジだ。こうだ。敵はどこにいるって？って。いたな。どっから撃たれてるかわかんねえな。ほっ、とぅ、ほっ、とぅ、
ずいなと。よし、ほっ、ほっ、よし。いやー、こういう使い方か、マジか。こういうやつに使うもんじゃないのね。やっぱ倒す前につけなきゃいけないんだ。いやー、苦労した。こう、まだ操作もおぼつかない状態でね。にしても十分な石のなんちゃらがありませんって言ってさ、これ無意味だったんじゃないの？ほら、満たされてないんだけど。どういうこと？大きいのでもダメ、ちっちゃいのでもない、中くらいのだったってこと？この人たちの魂。いやー、おかげでいいダメージもらっちゃったよ。山賊たちのあれになってたわけですね。はい、あの人どこ行ったんだよね。全然いないじゃんね、リディアさん。中に入れなかったって感じかな、とりあえず。いやー、思わぬところでダメージをもらったな。さて、よいしょ、しまって。一人であんだけの数はちょっと厳しいですね。スターフィッシュ、いいもん持ってんじゃない、おい、はい、ほっ、あら、ほら、ここにいたわ。どうしたの、そんなとこで。これどうやって開けんだろう。開け方がわからない。うん、どうやったらそこ開けんだろうな。開け方が分かんないからな。しょうがないね、入れないね。お、リンゴ、リンゴ、トマト。さーて、よし、護衛としての任務をね、全然果たしてくれなかったリディアさんです。よしよし。で、行こうか。なるほどね。倒す前か。ちょっと魂集めるためにあれだな。狩猟弓。あ、しまっちゃったか、あれも。うん。魂を買い集めるのが難しいな。なんかいる。あれ誰だ？あれ敵じゃねえの？この人なんだろう？ストーリオ、ストーリオ、これなんだろう？助けに来てくれたのか。何が起きてるんだ？やっと援軍が到着したか。え？もうちょっと大人数を期待してたんだが、優秀なんだろうな。何のことだ？できるだけのことをしよう。よし、この場所には山賊がうようよしている。おう、片付けようとした仲間がすでに何人かやられているんだ。片付けられたわけね。ブリュリドの仕業だと思う。王が亡くなってからお互い反目し合っていたから。でも俺の家に侵入して家族を誘拐するなんて、ふざけた野郎だな。作戦はあるか。正門には鍵がかかっている。鉱山の裏口を使ってくれ。正門を開けてくれれば援護する。やってみよう。もっと助けになれればいいんだが、最後の攻撃が失敗に終わってね。あれが残っていた最後の力だったんだ。ほう、幸運を。ドゥクドゥクドゥン。あれ、待って、取れば監視所って今さっき俺がやっちゃったところじゃないの？裏口ってどっから入るの？あらー、とりあえずここみたいですね。今
まあ中にいるかもしれないからね。レバーでってさ、俺さっき見つけらん。マジでこういうのなしよ。発見された。せっかくだからこれ使おうかな。そう。よし、追いはぎにつけたぞ。大き十分な大きさながない。やっぱねえんだな、このタイプじゃ。動物ぐらいか、入るのは。これは弓持ってくるべきだったな。あのちっちゃいのがたまんないね。うん、失敗したね。身内にならなくても撃てるでしょ。はい、ほっ、いけ、よし、膝。さすがに重量がやばいね。重量やばくなっちゃったな。なんか重たいもんない。6、5の25、35。これ重いな。これが重いけど、悩むところ。これいらないかな、とりあえず。これも重いからいらなそうだね。よし、よし、チーズチーズ。お遊びはおしまいよ。おお、15か。1の10で。ちょっとね、重いからね。そう、重すぎるぞ。あれ、ここにもいるし。はい。ちょっと厳しいな。1の10、1の10。あ、ホールド持てなくなっちゃった。このしゃがみがちょっと若干使いづらいんだよな。はい、黒
か。罠があんじゃん。うん、どこにいるかな。鍛えるか。鍛えるっつってもな、持ってないね。金床、ああこれで作れるか。今はそれどころでない。はい、取る。重くなんないかな。347、もういけるか。お、ちょっと待て。問題いっぱいあるじゃねえか。いいねいいねいいね。他には、あー、なんで男もいんだ、かわいそうに。なんてやつらだ。たる、塩、塩。やべ、重すぎるって。重すぎるか。うん、ね、よし、これで軽くなっただろう。監視所、ベアトラップ。そんなことは許さないリディアさん。はい、ああ鉄の矢だけ回収しとくか。もったいないな、こういうアイテムね。話し声が聞こえる。どこにいるかだな。気付けろ。ほっ、今のは何だ。ほっ、よし、いいよ。こっちは味方ですよ。嘘、リディアさんに当たった。おお、なんかいたな。これの力を試してみるか。イエー、全然効いてなくね。イエー、シュート、ボス。ちょっと待って、めっちゃ食らってんだけど俺。何でダメージ食らってんじゃん。やべやべやべ。トマト、トマト、トマト。
食べて、使い方が分かんないっていうね、この強すぎだろう敵。だな。やべえ死ぬ。死んでしまう。回復が早くなるか。どうしよっかな。何を使おう。リリアさんも死んでしまった。なんてことだ。お亡くなりになってしまった。一人で乗り切るしかないか。いるっぽいな。何か行くならこれじゃない。
ってるマークがあるんだけどな。帝国軍の弓。強いんじゃないの？いないな。はいはい。化粧台。いるみたいだな。どこにいるんでしょうね。どこにいる？いや、それ俺が聞きてえわ。どこにいる？やれやれ、逃げられた。やべやべ。どうやらこじ屋がうごついている。誰かいる？あれ、どこにいるの？全然わかんないけど、居場所が。あめー、見つかった。数が多すぎる。撤退だ。ちょっと隠れたって無駄だ。こっちだ。悪すぎる。ちょっと待て。いやー、戦闘慣れしてないとこれだから困る。違う違う。全然シャウトがね、うまく使えないんだよね。配置が悪くて Z がうまく使えないね。どうしよっかな。使う。ほら、よし、倒した。あー、ワークリフレッシュか。重くなっちゃうよね、そりゃそうだ。いやー、きつ。いやー、リディアさん死んじゃったよ。人参人参、牛肉牛肉。大丈夫、重すぎても食べるからすぐに。間違えた。はい、料理鍋、何か使えるか。食べ物売れるもんはない。嘘だろー。にしても、まあ、あんな狭いところで戦ってたらね、無理か。はいはい、重いか。回復しようか。はい、よし。はいはい。あギリギリセーフか。ああ嘘、まだついてるよ。こっちじゃなさそうだな。
あ、罠があるな。罠気をつけないと。大丈夫か。いやー、力屋さんやられたのきついな。もう一生会えないってことですよね、これ。インゴットか。川紐ぐらいなら取れるか。どっちだ、こっちの上か。めちゃめちゃか。やべ、気をつけないと。よし。大丈夫か。バレてなければ OK。やべえな、2匹いるか。こんなところ一人で来るんじゃなかったな。大丈夫か。いないな。どういった。よし、うち。大丈夫っぽいか。こうやって戦うしか勝てないもん。我々が勝つにはこれしかないので。ほっ。よし、いるっぽいな。上に2匹いるな。まだいるな。ほっ。あぶねえ。うち。危ねえ。バレないもんだな。あ、なんかすごいの持ってんな。火花だって。マジか。回収できねえじゃん。捨てていくしかないな。ピック、これ、はい、ゴールド、鋼鉄の矢、鉄の矢。なんだなんだあれは。やべえとこ来ちゃったな、本当に。お、ハルケインだ。ちょうどいい。あれ、火花あれじゃん。なんだ、呪符はもっと大事にしたいからな。呪符つけるっつったってな。あ、でもアイテムあるならあれか、とりあえずつけちゃうとか。例えばあれ、ダガーとかなかった。これにさ、なんか極小のさ、これさ、つけてさ、はい、呪符。お、やっぱレベル上がるじゃん。これいいね。解除はできないけど。鉄のダガーに、聖者のこれに、魂極小作成できるね。これで売れるんじゃない。この10円だったやつがさ、いくらなんだろうね。
よし。ちょっとこれでいくらになったかな。武器、鉄の、ただの鉄のダガーじゃなくなったからね。640だって、え？ちょっと待て。買い値でこれってことは、それなりにいい値段するんじゃないの？これ、エンタ、リュフ。極小だからね、別にいらないでしょう。はい。よし。宝箱。おお。エルフの兜。インゴットとかいっぱいあるじゃん。小銭入れ。はい。二つの秘密。ああ、なんか上がったな、呪符が。やっぱ本を読むと何か上がりそうですね。よし、置いておこう。これ例えば呪文の書、長波。これは？ああ、何も特に上がらない。はあ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 。気になる方はこちら。まあちょっと早いですけれどね。途中途中止めてみていただければなと思います。長いなこれ。みんな読む人いるのかな。長すぎる。呪文の何か本覚えたな。とりあえず覚えてき、覚えてき。フォークレシアすでに覚えている。いやー、悲しい別れとなってしまったな。リリアさん結婚しようかと思ってた人なんですけどね。まさかの。いるな。これだよ。待て。あれ。ほっと。ちょっと待った。ついつい引きながらやっちゃいますね。まず食べ物だけど、ワインワインワイン、こういうところで使わないとね。で、材料なんだけど、材料じゃない、薬っていうのかな。何か使えるものはあるかな。フロストバイトの毒ね、使いましょう。死にそう。薬、薬って言ってもこれ以上ないんだよな、回復させるもんが。これは逃げるべきだ。いいな。
罠引っかかって死んだんじゃねえの。隠密中。買い替えても。やべえな、強すぎんだろ。とりあえずね、オークフレッシュはしといた方がいいな。で、弓なんだけど、フロストバイトの毒を使う。3匹汚ねえよな。よし。いやー、緊張感があるね。あれ、撃っちゃった。撃っちゃったな、今。はい。いけ。よし。いいよ、いいよ。毒が大して効いてるとは思わないけど。おとりとしてはちょうどよかったね。よし、やべ、きつい。物も持てないし。ニンニク、ニンニク、ゴールド、ウリ、上等な服、戸棚、子供の人形。うん、お、肉があるな。食料だ。間違った、変なもん取ったな。はい、重すぎる。ふう、さて、重すぎるか。防具だな。これ辺か。捨てるか。よし、まだまだ先が長いんだけど。鉄の矢、矢だけは回収しとこう。特に何かあるわけじゃなさそうだね。あれ、ここも特に何かあるわけじゃなさそうだよね。いや、だいぶ長くなってきちゃったな。まあいいか、たまにはこんなこともあるさ。てか、いつになったら終わるんだよ。あぶね、バナだ。あぶね、あぶね。はい。出口か。ふう。タンス、グレートソード、お玉。ここはスカイリムに行く。こっちは、あ、宝箱あんね。よし、やっとこれで外出るのか。はい、夜になっちゃったよ。
何足んない、スタミナ足んなくねえか、戦うのにね。体力増やすか。いやー待て、スタミナにしよう。あれ2レベルも上がったの。そんな上がってもな。はい、これでエクストラポケットの道ができたね。弓術、これが重要か。片手武器はダメージ、防御の効果、これつけないとさ話になんなくねえか。全然意味ないんだよね。ここ俺通ってきたじゃん。レバーがどれか分かんなかったんだよね。どこにあんだよね。ちょっとクエスト見ようか。レバーでトレバー監視の門を開ける。レバーがどこにあるの。ねえ、そのレバーが分かんなかったんだよさっき。助けてくれてありがとう。中で私の家族に会ったか。いや中で見なかった。攻撃される前に安全なところに逃げていればいいんだが。お銃をさっさと終わらせて探し始めよう。ともかくこれはお礼だ。本当にありがとう。生命探知、はい、ということでね。ん、いや長かった。生命探知の、ま、巻物本か。壁越しに見られる、だってなんかすごそうですね。覚えておきましょう。いやーそれにしてもね、リディアさん失ったね。これは痛い。この世界死んだら蘇らないですからね。尊い犠牲を払ってしまいました。ということでね、一時期撤退だな、こりゃな。取れば監視ジョッキ使った。まあ、次回こっからスタートできるからね。ちょっとリバウッドかな。あの人連れて行きましょう。あのエルフさん連れて行きましょう。さすがにもうね、一人じゃきつかったね。仲間いないと厳しいね。翻訳しているんだから変な気を起こさないでよ。旅人のようだ。怒られたぞ。あるか遠くの場所を訪ねて、あれ新しい話でも聞いてきた。なんでこんな歩いてるんだ。ルーカンバレデウス、盗賊を始末してくれてありがとう。これでリバーウッドトレーダーは以前と同じだ。おう、そんなことはいいから。あれか、時が経たないとダメか。ちょっと、はい、4時間ぐらい。もうちょっとやろうか。このアイテムの売買と、あと、できればあの人いないかな。あのエルフさん。あのヘルフさん仲間にしたいね。はいはい。この爪があるべき場所に戻るのは、ちょっと見てくれ。ちょっと気になったのがあったんですよ。あの、ありがとう。ダーガーがいくらで売れるか。あのダーガーがいくらで売れるかよ。ちょっと待って、ダーガーを見せて。ダーガーオープンレシアいらないわ。帝国の意味15。いい、邪魔だなこれ。これもね使わなかったね、対してね。はいダーガーがいくらで売れるか知りたい。うん、おすげえ、251だって。恐ろしい値段だな。
こりゃいいね。思ったよりもいいぞ。はい、ギリギリだ、行っちゃおう。あれ何があればいいんだ。あ、ここじゃ売ってないな。魔術師さんのとこ行かないと売ってないね。また今度。なるほど、ああやってお金稼ぎもできますね。スキル、いや、それにしてもきつかったな。あのエルフさんいないかな。まあ現状すぐにいなそうですので、まあ今回はとりあえずここまでにしましょうか。次回までにエルフさん、あ、いた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 。よしよし、友よ、神々の祝福。いいだろう。ってことでね、ファンエンダルさんを次連れていきたいなと思います。というところで今回はここまでにしたいと思います。また次回お楽しみに。さよなら。